発は成功した。目をかっぽじってよく見なさいマリッサ君。はぁ、あ、SGM ですね。我がエルコフ研究所の H の結晶を持って開発したのだ。ミヨコのエルゴノミクスを。まあ、逆ありますね。長く辛い開発だった。本当に苦労した。それは構想から始まった。誰もが使いやすく強い武器という研究背景のもと優秀な研究員を投入して開発が始まった。最初は困難ばかりだった。設計段階から現場からの悲鳴が聞こえるほど難航。どうにか士気を持たせるために現場を奮い立たせるところが肝心だった。さらに進捗に大幅な遅れが発生。研究員との認識の違いが原因だった。ヒアリングを行いこれを解決。研究所が一丸となって武器開発を行った。そしてついに完成したのだった。ははははは、ミヨ私が考えたカンストエルゴ武器、STM ないんだ。ほとんど私が作ったんだけどな。さてこれを外部に公表するために試写会に行くぞ。ついてこい。結果が見えるな。はい皆さんこんにちは。偉大なる発明家、ゆっくり霊夢です。はいマリサだぜ。ねえエルゴ100にして何がしたいの？バカめ、意味を求めるんじゃない。やってみることに価値があるのだよ。はあそれは発明者冥利につきますね。ってことで今回は STM ないんで遊んでいくよ。PMC 倒せるといいな。ではゴーゴー。湧いた直後から PMC がいそうな場所に来てるけどそれらしき姿は見えず。っておるやん。あ、くそ当たらねえ。車の後ろに隠れても無駄だぜ。はいフラグ投げてー。そして出てくるところをぶち抜く。さらばだ。まあ軽装マンだよね。ドッグタグ集めてるからありがてえ。おんおんおん。お、敵か？なんかそれっぽい足音が聞こえたような。おそらく目の前の2階にいる気がするんだよな。扉が開いてるぞ。私はまだ入ってないので怖いそうな気配がプンプン。さあどうするかな。おや金属音。うんこれ外に出てないか。あっぶね、うまいことヘッショに入った感じがしたな。それは良きかな。あと関係ないけどリロード音が好き。うえへいへ、こりゃうまーですわ。HK とは不運な。STM 一本でこれが手に入るとはたまらないですな。はいいただいていくぜ。お時間も良い感じになったので帰宅しようかなっと。うん大丈夫だよね。なんかめっちゃ警戒してるな。ほら HK いただいたので安全に帰り。あっつな、ボスおるやんけ。あららら、どうするよ。ふっふっ、ちょうど良い。 STM の強さを調べるためにサンプルを取りに行くぞ。レッツゴー。まずはダッシュで地下に潜るぜ。そこから階段を上がってじわじわと削っていくぞい。あこんにちは。めっちゃ見てたな。まさかお出迎えがいるとは思わなんだ。ふうびっくりした。さて階段付近にまだいないよね。うん大丈夫そう。ちょっと漁っちゃおう。あやっぺ。ふむふむ、リシャーラの取り巻きぐらいなら全然対応できるね。まだ上にいるっぽいな。ちょ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 。いきなり走ってくるなよ。びっくりするやん。これで3人倒したな。ってことはリシャーラと取り巻き履いても2人ぐらいかな。さあ一旦カバンを置いて残りを片付けに行くぜ。多分階段にいると思うけどな。ゆっくり進んでいくぜ。まずは1階はクリア。あいるなこれ。はいオッケー。工場内を探してみたけどリシャーラ君はどこにもいない。ってことは大体外周にいるんだよな。多分ここら辺にいそう。はいリンゴ。さよならリシャーラ。さあ何を持っているかな。うん武器は微妙。問題はポケットの中なんだよな。いいもの入っているといいな。ラボキーだね。フリマで売ればいい値段するからありがてー。はい残りは取り巻きたちのアタッチメントを引っこ抜いてカバンに突っ込んでます。ブラックロックがあるのがありがてえ。圧縮できるから便利だよな。使ってもよし売ってもよしなので重宝するぜ。これでいいかな。スタートとしてはとてもいい切り出しだね。むっふふふふふ、これで稼ぐぜ。ではニンニン。ふむふむ、カバンもいい感じ。接敵しなかったんやな。しばらくは敵を探して走り回ってたんだけどねー。ゴミ拾いに夢中になってしまいましたとさ。ってことでオールドガス付近にやってきたよ。これもう買えるルートやないか。まあカバンいっぱい出し利益を確定させようかと。オンオン。前方から敵の気配。 STM の力を見つつ外した。この思い届け。敵は一人だな。なら狩るまでよ。逃げたくさいな。さっきから動きが全くない。フラグ投げたと同時に全力で走ったみたいだな。逃がしたか。緊急事態発生。おんやどうした。オールドガスから新手がやってきたぞ。これパーティーじゃないよね。あまりにもタイミングが良すぎるんだが。これでさっき逃したやつが戻ってきたら挟み撃ちに合うぞ。一番まずいのはそこ。とりあえずフラグ投げとこ。さあどうしたもんか。あこれパーティーだ。戻ってくるんじゃない。そう当たらねえ。誰だよこの武器考えたやつ。お前だよ。なら勝つしかねえ。まずは壁にくっついて一気にと。ああまずいまずいまずい。これ死んじゃう。オールドガスから詰めてきそうだな。早く目の前のやつを倒さねば。注射を使いたいがそんな時間はない。この泥試合に勝つのは私だ。
そのブロックの裏にいるのは分かったぞ。ふふふふ、貴様と出会ったのは一瞬だ。しかし互いに見せ合ったそのエイム、もしかしたら私たちは兄弟だったのかもな。出会う場所さえ違っていれば一緒に砂糖を舐め合う仲だったかもしれない。しかし許せ兄弟、ここは戦場、武器を持ってしまった以上やり合うしかないんだよ。最後に顔を見せておくれ。私は決して忘れることはないだろう。互いの勇姿を称え合おうじゃないか。この荒れ果てた大地でな。またな兄弟、天国でまた気に待ってますね。やっぱそうなるよね。さあ気を取り直して次は敵を縛いていきます。脇が良かったのでマークド部屋を狙おうかな。じゃあ行くぜ。うへへへ、一番乗りだぜ。部屋の中身は何だろうな。はい来た。これドキュメントケースじゃないですか。なんか足音聞こえないか。ってことは来客だな。さて STM の詐欺にしてくれる。全然当たらねえんだけど。はい、ここでフラグ行きます。うん、木材の音だね。どっか木材の音がする部屋あったっけ。細かいところはわからねえな。まあいいや、撃たれてから考えよう。ってことでじわじわと中央に寄りますぜ。多分階段上がりきったところにいると思うけどな。また走ったな。一応一つずつ確認しながら進みますぜ。はい、クリアだね。回復オン。よし今や。はいオッケー、行ってー。え、何？もう一人いるの？ってことは階段にいそうだな。やろう、許さねえ。打ち合ったろうじゃないか。あのさー、相打ち無念なり。まあ上々だろ。まあ連続で戦闘しなければ STM でも十分に戦えそうな雰囲気はするよね。雰囲気だけだけど、ガソスタで銃声だな。よっしゃ、追いすがるぜ。列車方向に行って正面から打ち合おうかな。おんおん、すぐ左側にいそうだな。なんかハンドガンっぽい銃声するから軽装マン同士の戦いっぽいぞ。あおったわ。多分彼らのような気がする。案の定軽装マンだね。ナムナム。全く人に出会わずに時間だけ浪費しました。一応鍵部屋見ようかな。時間帯も時間帯なのでもう開けられてるのでは。まあそうなんだけどね。でもスカブちゃんがいるってことは誰も来てないのかな。人がいるような雰囲気でもないし、一応怖いからクリアリングだけはしとこ。はい、いないね。ここらもよし。ここも大丈夫そう。うん、いないわ。しかも鍵開いてないし。さてと開けちゃおう。さあ何があるかな。は、どないどこから湧いてきた。完全なる出待ち。はい、さっきのやつには3秒に1回小指をぶつける呪いをかけておいた。やつは地獄よりも苦しむだろう。想像しただけで痛い。では気を取り直してうっげふんげふん遊んでいきたいと思います。ではゴーゴー。資金調達もやっていかないと破産しかねん。でも余裕はあるだろう。ほら負け続ける時ってあるやん。それに備えて溜め込んでおかないと。わ、おテトリス、もう暴落してたよね。最近はビットコインも下がりまくってるからな。生子がもらえないのは辛いぜ。PMC って合わない時って本当にいないよね。またゴミあさりだけで買えるのか。残念ながらね。嬉しそうだな。というのは冗談で、さっきこの工場から銃声鳴ってたんだよね。もしかしたらまだ PMC いるかも。というわけで警戒しながら進行中。前回は網網入って左にいたからきちんとクリアリング。そして音をしっかりと聞いているよ。動きはないね。かすかに階段から音がした気がするんだよね。運気のせいかな。要警戒だね。ライトの後ろで待機。うん、やっぱりいるわこれ。多分こっちの存在に気がついてるね。うん、フラグ投げられてたら危なかったぜ。うろろろろ、これは馬ですわ。 M1A だな、かなりいいやん。装備もなかなかなのでこれは美味しい。戦闘するためにカバン捨ててきてるなこれ。あとはフラグ回収して帰りましょう。ではニンニン。まさかのオルガスは落ちたのでインテリ島に向かおうかなと。もうしばらくインテリ見てないけどあるかな。じゃあ行くぜ。ダッシュで中に入ってもいいけど、どうせ川から PMC 行きそうなので迎え撃つ方針で。まだインテリ島付近にはいないね。でもそろそろ出会う気がする。今正面にいたね。うん、まだ走ってるってことはこっちに気がついてないな。これ階段を登りそうな予感。ほらやっぱり。まず一人目ゲッチュだぜ。漁る前にインテリジェンスフォルダーをチェック。こい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 。あ、コピー用紙ラッキー。うん、これはなさそう。うん、ないね。彼はハンターマンか。まともに打ち合ってたら危なかったぜ。うん、今いなかった。何も来てないやつだったな。うん、一応処理しておこう。ワンチャンあるから怖いんだよね。あ、これ面倒なやつや。意外と怖いぞ軽装マン。ドッグタグだけもらっておくね。さあ今からどうしようかな。このまま帰るのか。でもカバンが空っぽだからもう。うん、あれ PMC か。クソ倒したのかわかんねえ。大量にフラグ投げとこ。
それどうするよ。とりあえずアタック持っているのは見えたからいいもの持ってそうなんだよな。クラブを投げつつ様子を見たい。さすがに顔は出してこないだろうな。向こう側だとどちらかというとマチだよな。ここに停滞したくもないからな。もう一回クラブを投げて様子を見るぜ。入ってすぐの壁付近にはいなさそうだね。ほら撃つなら撃ってこいよ。全く撃つそぶりも見せないな。あれおかしいな、逃げた。これいないな。ならくぐってしまいますか。あれこれ倒してね。まさかの初回の敵と撃ちが拙者だったパターン。おまじか。ほげー。こりゃうまーですわ。SA58 とは今日武器持ってるな。向こうが撃ってきてたら粉砕させられてたわ。アタックに全部突っ込んで帰りますか。はい、というわけで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。みんなも L500STM を使ってみると面白いぜ。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。